湯田中駅は、長野県下高井郡山之内町大座平穏にある、長野電鉄長野線の駅で同線の終着駅である。標高599.76メートルで、同車線の最高地点に位置する。駅番号は N、N24。単式ホーム一面一線を有する地上駅で、駅員が配置されている。駅舎には、駅勤務室、待合室、 観光案内所などがあり、自動券売機が設置されている。一時駅業務は超電タクシーに委託されていたが、後に直営に戻されている。トイレは、駅舎と車止めの間に設置されており、多機能トイレを併設した、男女別の推薦式である。列車到着時には、微和市の滋賀高原がホームに流れる。一方、発車時には、通常の発車ベルが明動する。 以前は二面二線の相対式ホームを有していた。二面二線時代は、ホームの途中に分岐器が設置されており、平坦な場所にあるホームに3両編成の列車を入れるために、駅の奥にある県道の踏切を乗り越え、かつ、約200メートルの延長線を走ってから、スイッチバックをして入線するという珍しい駅だった。これは、駅が40パーミルの勾配を登り切った場所に、 一致しており、新州中の方へ、平坦な場所でホームを延長することが困難であった。また、そのままでは、駅の奥にある県道の踏切に、戦闘車がかかったためである。なお、2両編成ならそのまま入線しても全長が、ホームにかかったためスイッチバックは行われなかった。2006年に行われた、大規模改修工事により、このスイッチバックは解消された。 また、ホームは現在の構造となり、駅の奥の踏切と約200メートルの延長線も廃止された。スイッチバック廃止の理由は、同年12月9日に営業運転を開始した線、軽電車の運転席が客室上部に位置する構造のため、運転手の移動に時間がかかり、スイッチバック方式の駅への乗り入れが困難であったからである。 近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通り。旧一番線側に、湯田中駅前温泉風の湯があり、同施設の休憩室の窓からはホームを見渡すことが、できる。楓の湯に隣接して、旧駅舎を活用した、楓の館があり、休憩所として利用することができる。駅前には、足湯も存在する。駅周辺には、 湯田中温泉や新湯田中温泉などの湯田中支部温泉郷の温泉が広がっている。かつて駅南部には湯田中ロープウェイや五輪高原スキー場などが存在した。駅前広場に超電バスの湯田中駅停留所がある。同社湯田中営業所の所在地で駅構内に出発窓口があり、駅の北西部がバスの車庫になっている。 滋賀高原方面への鉄道とバスの欠接点でもある。このほかかつては、冬季の土休日に限り、地獄谷園公園に向かう、スノーモンキーホリデー館に、バスが発着していたが2018から2019、シーズンを最後に運行を終了した。ありがとうございます。